29、28、27、26、25、24、おい！できた？え、死んでない。ファ、ファ？え、ク？ドレミファソーラファミレドドシラソファミソファ、あ、あ、不協和音。ソーファミソーファミレソーファミソーファミレドレミファソーラファミレドかわいそうにドはドーナツのドー、はい、レはレモンのレ、はいはい、ミはみんなのミ、はい、ファーはファイトのファー、はいはいはい、そう青い空、はい、もう一丁、ラーはラッパのラー、ラッパを出して、シーは幸せよ、はい、よーいぞ、さあ歌いましょう。じゃあ次はマトンのスライドホイッスルで、お次はね、バツナギのスライドホイッスルいきますか。どうぞ。カオプス。伝わった？はい、治りました。あ、バツナギのドレミの歌でした。なんか、うん、恐怖体験って感じだった。いやいや、マジ、あの、何でも弾けるから一度も、いや、遠慮しとこうかな。いやいや、遠慮しずに、遠慮しとこうかな。いやいやいや、鹿の院平蔵くん、おい、脇エッチだよな。うん、あの脇はダメだよ。え、てかさ、原神っていうか、まあ、原神、うん、まあ、あれ、ホヨバースくんはさ、なんかあのショタの脇になんかどうしようもないあのフェチを抱えてるよね。なんか、ホヨバースは女の子のキャラクターの足が大好きだし、ショタは脇がすごく好きでしょ、ホヨバースくん。ねえ。めちゃめちゃ好きでしょ、ホヨバース。力入れてるでしょ、絶対。じゃあち、わしゃほー。わしゃほー。ねえ。じゃなかったら、あんなキャラクター作んないよ。いや、もうね、みんな何言ってんのって思うかもしれないけど、かもしれないけど、ホヨバースは絶対ショタの脇好きだよ。じゃなきゃレザーくんとか、あのショウくんとかみたいなキャラクターを、あんな、だってさ、ショタっても言ってもさ、レザーくんでしょ、で、ショウくんでしょ、で、カズハ、ユクアキ、チョウン、で、シカノインくん、あと誰かいる？あとゴローか。ゴロー、あとベネット ?8 人かな、ショタって言ったら。で、そのうち脇が、あと、ま、主人公ソラくん。そしたらもう、ソラくん、レザー、ショウ、ゴローって脇出てたっけ？平蔵くんで、
とアルベドめっちゃいるか。アルベドでも脇出てない。いやだってもうこの効果クイズで脇がさらされてる。さらされてるって言い方よくないね。ゴロくん、ゴロくんも出てた気がするけど、どうだっけ。まあもうゴロ、あ、ゴロはでも脇っていうか、まあ脇、まあ脇だな。出てるね。うん。あ、違う。ショタのいいところじゃなくて、あの、ホヨバースが好きなショタの特徴。うん。ホヨバースの好きなショタの話をしてる。いや、あいつらは絶対脇が好きだよ。ホヨバースの担当は絶対ショタが、ショタの脇が好きだし、女の子の綺麗な足が好きだし、かっこいい男性は多分腰つきが好きだと思う。で、そのゲームを楽しんでるうちらも全員変態。ホヨバースも変態だし、私たちも変態。みんな変態なの。あのさ、ちょっと待ってくれ。もう私もう死んでもいいわ。もう待って。ちょ、ほん、じゃあの、聞いて。これ、このさ、この表示ってさ、私がさ、一方的に、私が、この一方的にフォローしてる相手、そう、私が一方的にチャンネルをフォローしてる人はこういう風に出るじゃん？出るじゃん？出るじゃないですか。そう、片思いじゃん。見て！見て！ここ、あ、青毛の先。